園田競馬レース展望です。この時間は11月30日木曜日の展望を行います。解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。水曜日の開催が終わったところなんですが、今日はメインレース含めて結構荒れるレースも多くてね、なんか大きな配当が ね気のせいかこのところ、たまには荒れてましたけど、全体的になんかこう、結構ね、3連式でもこんな安いのっていうのが結構出てたような気がしたんで、なんか久々になんかいつもの ね、あるべき姿に戻ったのかなというぐらいのね、そんな印象でしたね今日。ですからオッズパークロと昨日今日と2日連続のキャリーオーバー発生でね、これ2年半ぶりなんですよ2日連続というのは。そうですか、はい、明日へ647枚ほどの、キャリー出てますんで、明日また盛り上がるんじゃないかなと思います。そうですね、はい。メインレースは、山本や太蔵騎手が勝って今日2勝目、あれも鮮やかな騎乗でしたよね。僕は逃げたらひょっとしないかなと思ったんですけど、ああいう形で抜けてきたのには、原動騎手の効果はあるんでしょうけど、鮮やかでした ね今年の45勝目ということになった山本や騎手、本当ね今日も2勝ですし、まだまだ勝ち鞍伸びそうですね。そうですね、はい、はい。さあそれでは明日の展望いきましょう。明日全部で11レース立てということになります。ですからオッズパークロとも一つ早く7レーススタートということになりますので、買われる方はぜひお間違いないようにお願いしたいと思います。ここでは10レースと9レースこの2つ展望いたします。では10レースメインからいきます。テルハイです。 B1 の 1400m 戦8頭立て、頭数少ないんですがいいメンバー揃いましたよ。そうです ねこれはね、本当いいメンバーですよね。これ8頭ですけど、全然簡単じゃないというかね、レースとしても難しい一戦ですよね。いや本当難解ですねこれ。その難解の中、瀬戸さんこう印入れられました。8番高野担当ということは移籍馬ですよね。そうですね、移籍初戦なんですが、要はなんていうんですかね、こういうレースなんていうんですか、切り口はたくさんあると思うんですけど、どういう、どのスタンスに立って考えるかということなんですけども、移籍初戦というのはあるんですけど、やはりこの辺のクラス、A2 とかもう一つ上がると別なんですけど、3歳でね、なんとかならんかなということで、地元では姫鶴一文字とかね、アドワン、重賞ホース、この辺重賞で構想してる馬ですけども、ただそれ以上にこのタガノタンとね、来てからの気配がいいんですよね。そうなんですね。陣営もねかなりこう感触がねいいというか、追い切りとか調教の動きからもう小回りだと全然問題ないということでね。そうですか。8頭でしたらね、そんな外回されてというような悪夢のようなレース展開にもならないでしょうし、出たなりでね、流れに乗っていけば、十分やれるんじゃないかなと。地元はいいメンバーなんでね、移籍初戦ですけどそんなに抜けて人気もしないんじゃないかなと思うんでね、初戦が狙い目と見たんですけどね。中央では芝中心でしたが、陣営の、手応えがいいという、そんな感触、取材感触からで、あとハイリターンが見込めるところですね。なるほど、配当的なところもということですね。で3番のマンテーニャ対抗評価、こちらは崩れてないですよね。そうですね、こちらはね小馬なんですが、もっと言うとこの4番5番はね結構人気するだろうと、3歳はね、ただこうね勝ちきれるかとなると怪しいところがあるんで、マンテーニャが、最近ね以前ほど切れてないんですけどね、ブリンカー効果でちょっと勘取り戻してくれればね、ズバッときますんで、こちらもちょっとね、なんていうんですかね、いい見返りが期待できるかなと思ってね、この2頭から入ってみたんですけどね、無論この、4番5番姫鶴一文字アドワンというところはね、ちょっとこう簡単には外せないというところはあるんですけどね、ただ穴っぽいところではね、スマートプレジールですよね、このメンバー何がまず行くかってとこなんですけど、スマートプレジールその気になっていかないかなというちょっと期待してるんですけどね。エイシンリヒトあたりのね、先ほど話に出ましたけど山本役手ね、軽さを生かしてという手は十分考えられるんですけどね、これ外からスマートプレジールとか思い切っていけばね、そんなにマークされませんよね、やっぱり有力馬はこう自分の周りの馬は警戒すると思うんでね、それこうまんまと逃げて2、3着ぐらいないかなと、
印これにしたんですけどね、もう一頭1番もね、はいはい、エトワールジェンヌ、まあ、前走はまあ移籍初戦ちょっとこうね内容に乏しかったんですが、まあ、コース慣れが見込めるところで吉村騎手となればね、なるほど、これは変わり身の怖さ十分あるんじゃないですかね。はい、はい、8頭立てですが印がちょっと足りないぐらいの混戦ムードと。いや本当ですよこれ、あのウィン5買われる方はこのメールを侮ってはいけないですね。なるほど、1点でとかあまり考えない方がいいんじゃないでしょうかね、うん、はい、わかりました。ではフォーカスです。ここは3連単で、8番からということでね、はい、一着流しということで高野担当も買うなら今回だというね。あ、もうね、はい、まあ、そこそこの競馬されるともう次はもうね、うん、かなり印が、ね、並んじゃうと思うんでね。わかりました。はい、10レステルハイスタート3時55分です。では一つ前の9レース準メインです。こちらユーカリ賞 C2 1組 1400m、 ここも8頭です。印こう入りました。まずは3番のステラ・デルシエロです。移籍初戦の馬ということですが、レースは3ヶ月ぶりになります。はい、うん、まあね、ここはまあ内目の3頭かなという気はするんですけどね、はい、まあ、このレイナ・アレナとファイブ・レイナは、うん、まあ、その他でまあ一応ね、はい、まあ、顔見せは済んでるという、ね、感じではあるんですけどね、はい、まあ、共にね有力だとは思いますけど、うん、まあ、ここはまあね、まあ、3番のステラ・デルシエロですね、はい、まあ、初馬場ですけどね、うん、まあ、追い切りとかは馬なりでね時計セーブして、あの目いっぱい時計出てませんけど、うん、まあ、血統からもちょっと芝馬っぽい感もなくはないんですけどね、はい、まあ、のかなり仕上がってるということですし、調教の感じも悪くないということなんでね、まあ、ならばやはりこうね新しく者のポン使いはね、うん、まあ、定評のあるところですからね、まあ、1番2番がねちょっと人気をね分けてくれれば、はい、あ、ちょっと美味しい馬券になるかなという気はしたんですけどもね、うん、はい、で1番のレイナ・レナももう実際走って2着4着と一定の結果残してます、はい、ね、あの休み明けね2走前、うん、移籍初戦、ね、なかなか根性のある2着だったんですけど、はい、そういう意味では前回もかなり期待したんですけどね、ちょっと頼りなかったんですよね前走がね、まあ、なんか終わってみればね着順とかはちょっと帳尻合わせたような感ありましたけども、はい、内容はね、なるほど、2走目でこれかっていうようなとこあったんですけども、うん、まあね長期休養明けしんどいレースしたんでね、まあ、若干反動とは言いませんけど、まあ、ポカの類だと見ればね、うんうん、まあ、十分見直せますよね。はい、で2番ファイブレイナの前走移籍戦2着、はい、これはどう判断しましたか。この馬はね前回内容良かったですね、そうですか、うん、まあ、勝てませんでしたけど、まあ、水準以上のパフォーマンス見せたんでね、まあ、素直に、コース慣れをね見込んで、はい、まあ、印の序列は3番目になりましたけどね、うん、まあ、勝っても全然おかしくない、まあ、この内3頭の、まあ、首位争いかなという気はしてるんですけどね、はい、であとは白三角2頭で6番ミルト・イグニス、はい、7番マーティン、そうですね、まあ、この辺はねちょっとこうなんていうんですか、ミルト・イグニスあたりはこうね楽な前付けでないとね、うん、厳しいんでしょうけど、まあ、くしくもまた山本駅で ね、 そうですね、やっぱこれ54キロで走れるというのはありますし、はい、マーティン・ヒルがねちょっとこう3着付けぐらいで面白いのかなと、うんうん、まあ、とてもこのメンバー勝つのは、はい、ちょっと厳しいと思いますけどね、着順はねずっと2着3着繰り返して安定感あるんですけどもね、まあ、8頭立てですしね、はい、まあ、候補の方でじっとしてて、うん、まあ、うちの3頭がしのぎ削ってくれればね、ひょっとして1頭2頭脱落すれば、うん、あ、こうね、浮上してきて 2,3 着というのはあるかなという気がしますけどね、はい、一角崩しの狙いということですね、はい、安城今回は広瀬ジョッキーとの初コンビマーティンヒル、ここまで印ということです。ではフォーカスです。狙いは3連単3番のステラ・デルシエロ頭で、2着のところはもう1番か2番かということでね、はい、そうですね、まあ、これまあちょっと配当的にはね、うん、まあ、ちょっとこうねびっくりするようなのはないと思いますけども、まあ、あまり手を広げてもあれなんでね、ちょっと絞ってみました、はいはい、9レースユーカリ賞スタート3時20分です。ここまで大阪スポーツ瀬戸春人さんの解説でした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。今週は金曜までの4日間連続開催です。